はい、皆さんこんにちは。皆さんもそうだと思うんですけども、皆さんというかね、それぞれの手だれの方々、ご覧になっている方も多いと思うんですが、手だれの方々はね、今までね、やっぱり自分の車歴に応じて、カメラを買い替えたり、レンズ買い替えたり、いろんなことをね、ずっとされてたと思うんですよね。僕もね、随分ね、本当自慢じゃないですけど、もういろんなカメラ、フィルムカメラからデジタルカメラからね、もういろんなカメラをこう買い替え買い替えで、今に至って落ち着いているんですけれども、その中でも唯一ですね、ずっともう20年ぐらいかな、もう使い続けているカメラがあります。もちろんそのフィルムからデジタルになったりとか、モデルチェンジとか、そういうのでね、買い替えてはしているんですけども、ずっと買い替えているカメラがあるんですね。まあこれね、前からお話何回かしている、このリコーの GR なんですけれども、これだけはね、本当に何年経っても飽きずに使っている唯一のカメラだと思います。で、GR の話ね、過去にも何回かお話ししているんですけれども、やっぱりね、そのカメラを買い替える動機って、カメラが古くなったとかっていうのはありますけど、なんかね、このカメラの方がこういい写真が撮れるんじゃないかとかね、例えば新しい機能が入ったとか、これはね、かなり撮りやすいんじゃないかとか、そんなことでね、やっぱ買い替えの動機になるっていう形が多いと思うんですけども、 GR ってね、考えてみればあんまりね、そんなに新機能ってないんですよね。デジタルが、いや、フィルムがデジタルになったっていうことはありますし、デジタルも最初はちっちゃいセンサーでしたから、それが APS-C になったっていうのもありますし、そういう意味ではバージョンアップはしているんですけども、機能的にですね、じゃあ例えばフィルムからデジタルはちょっと置いといて、デジタルになった GR デジタルとこの APS-C 版になった、GR ですね、この違いなんかって言ったら、センサーはもちろん違うんですけども、なんかね、機能的に大きく変わったかって言ったらね、ほとんど変わってないですよね。GR3 になって手ブレ補正は入ったのは入ってますし、その画素数が上がったとかね、センサーがこう違うようになったとか、そういうことはありますけど、操作性能とかあんまりね、そんなこれがなんか大きく変わって GR ってすごくなったぞっていうのがね、そんなにね、良くも悪しくもないカメラなんですね。で、GR1 今ちょっと持ってきていませんけど、はい、ちょっとフィルムの GR1 持ってきましたけども、ほとんどね、前もお話したようにデザインはね、そんなに大きく変わってないんですよね。どちらも天板の部分もあんまり変わってないんですよね。これよいしょ、こんな感じなのでね、何か大きく変わったかっていうところがないにもかかわらず、ずっと使い続けてる。逆に言うと、変わらないから使い続けてるのかもわからないですけれども、で、やっぱそのカメラを選ぶ基準って、皆さんいろいろあると思うんですけど、例えばこのカメラがいいよって勧められて良さそうだったから買い替えるとかね、自分が欲しい機能が、気に入っている機能がこの新しいカメラに入ってから買い替えるとか、例えば APS-C 使っていたんで今度はフルサイズ使いたいなって言ってフルサイズのカメラに買い替えるとか、いろんなね、動機とか理由があると思うんですけど、僕はずっとね、 GR を使い続ける理由っていうのは、やっぱりね、なんだかんだ言ってスナップ撮影がメインだっていうことに尽きると思うんですね。で、 GR で撮影するときはもうね、これファインダーも今 GR デジタルになったからファインダーもありませんけれども、もうほとんどファインダーというか、この液晶もね、あんまり見てないですね。旅行なんかでサブで持っていくことありますから、そういった時にね、例えばこうちゃんと構造をこう整えて背面液晶で確認するっていうことはあるんですけど、普段スナップシューターとして使っている時にはもうほとんどかな、ほとんどというのは言い過ぎにしても、半分はね、ノーファインダーです。だからもうこうやって持っておいて、歩いてて、なんか来たぞと思ったら、もうこれ1秒でスイッチオンで撮影可能になりますから、もうパッとやってやっと撮るとこういう感じでね、もうこうやってね、ふんってあっちのあさっての方向を向きながらバシャッと撮ることもありますし、もうほとんど、ね、ノーファインダーです。で、ノーファインダーでバシバシ撮ることで、下手な鉄砲を勝ち打ち当たるじゃないですけど、やっぱり、100枚撮ってね、何枚かね、これはっていうのがあったりするんですね。で、逆に面白いのが、こう液晶でね、こう見ながらね、こうだよし、これだ、カチャッと撮ってね、これいいの撮れたんじゃないと思って帰ってからね、 Mac のこう画面で見たらね、あれ、こんなもんだったかなっていうのもあったりなんかして、そういった意味ではね、スナップ
ップのこう極意というか、本当にある意味じゃこれが面白さなのかなと思いますけど、まあ、本当に一応一会、究極の一応一会だと思いますんで、スナップっていうのは。なので、その、ね、一応一会のね、もう本当のもう刹那をね、どう映し取るとかっていうことに関しては、もうこれあくまでもね、構図だどうのこうの被写体だっていうよりもね、やっぱりね、そのタイミングがね一番だと思うんですよね。だから GR で撮っていると、そのもうね、ノーファインダーですから、でしかも歩きながら撮ってるでしょ。だから、まあ、ピンボケ、手ブレ、被写体ブレもね、ありとあらゆることがもう普通に起きてるわけですね。だけど、まあ、そういうのも含めて、まあ、例えば、なんというかな、とってもその刹那がね、うまくこう取られた、切り取られたっていうような一枚は、例えばモノクロにしちゃうとかね、モノクロにしてその臨場感だけをこう写真として伝えたいというような形に加工したりなんかして撮ったりしています。まあ、僕の持ってる中ではね、コンデジですから、やっぱりカバンの中にポンと放り込んでおく機会が多いので、そういった意味からすると、 GR で撮った写真が、おこれいいねって自分で思える写真が多いと、まあ、これ出動機会が多いことに比例している部分もあると思うんですが、やっぱりね、ちょっと持ち出していってパカパカパカッと撮って帰って、ディスプレイで見て、おーっていうのをね、これはね、α7-4 で撮ろうが、富士フィルムの XT4 で撮ろうが、まあ、小型軽量ではありますけど XE4 で撮ろうが、やっぱりね、そういうおーっていうね、自分なりにですよ、自分なりにおーっていう写真が撮れやすいのはやっぱり GR だなと思います。なので、ね、これはね、本当ね、前もお話ししているように、僕自身はね、これ5代目の GR になるんですけども、ずっとね、 GR が GR である限り GR は使い続けるだろうなと、まあ、こんな形で自分のフィーリングにとってもというか一番合ったカメラじゃないかなというふうに思ってます。最近ね、 GR3X ですか、去年の11月ぐらいにね、40mm の、まあ、ほぼ 準広角というか、ほぼ標準というか、40mm、まあ、最近 40mm 本当流行ってますよね、 40mm レンズってね、まあ、昔も一時 40mm ってね、コニカであったりなんかしたりなんかして、あったんですけど、昔から、まあ、最近また 40mm っていう画角がちょっとこう流行っているのかなっていう感じで、 GR でも初めて、標準に近い画角の GR が出ましたけども、あれも結構売れてるみたいですよね。で、GR3X かにつられて、こっちの本家本元の GR28mm 版のね、こちらも結構売れてるみたいで、まあ、GR ってもうこれ、ね、出てもう3年近くこっちの方がね経つんですが、まあ本当ね、息の長いカメラだなと思いますし、まあ、今ね使ってもう全然問題ないし、まあ、去年 GR から GR3 にねこれを買い替えたんですけど、まあ、正直ね、初代の APS-C の GR と GR この3とね、まあね、ちょっとたまたまお安く出ていたので、マップカメラで、それで買っちゃっただけで、本来だったらね、そんなにね、初代 GR、まあ、使い続けてもほとんど問題ないというか、それはそれで全然良かったかなという感じがしている。まあ、そういう意味では息が長いし、まあ、使い続けても本当に不満のないカメラじゃないかなと思います。まあ、もちろんその僕みたいにスナップシュートが大好きで、まあ本当街中にこれを1台でもプラプラ持っていってパチパチパチ撮るっていうのが大好きっていうね、そういう人に限るのかも分かりませんし、風景写真をね本当に専門というかメインで撮るのに GR だけでこうできるのかっていうと、ちょっとねやっぱ心もたない部分もあるでしょうから、まあ、その使う人のベクトルによって、まあ、それぞれなんだろうとは思いますけれども、もう本当ね、繰り返しになりますが、スナップシュートが好きな人、もしくは、まあ、一眼カメラメインで使っていて、まあ、例えばサブでね小型軽量なコンデジ欲しいなっていう方に関しては、 GR なんて本当におすすめのカメラじゃないかなと思います。まあ、本当ね、GR なんでパカパカパカッと撮った写真ばっかりなんですけども、新旧 GR で撮った写真をちょっとご覧いただければと思います。
はい、まあ、こんな感じでね、街中がパカパカ撮っていくという感じなんですけど、本当ね、森山大道なんかもね、GR を愛用していた時代もありますし、フィルムの GR なんかはやっぱ GR レンズがね、とってもシャープな写りだったんで、プロカメラマンからもこれはいいカメラだというふうにかなり絶賛されたカメラでもあります。まあ、そんなことで、レンズよし、ボディよし、機能よし、小型軽量よしというカメラですから、まあ、僕はね、理工の人間でも何でもないんであれなんですけど、気になる方は GR ちょっとね、俺こういう風に使いたいなとかね、こういう風に使えるんじゃないかなとか、GR なんか気になるななんていう方には、まあ、28mm でもいいですし 40mm でもいいですし、ぜひ GR はちょっとおすすめのカメラじゃないかなと思います。まあ、僕的にはね、昔あった GR21 みたいなね、あの 40mm の GR じゃなくって、21mm の GR をね、今度ね出していただくと、これはねもしかしたら買っちゃうかもしれません。はい、それでは今日はこの辺で。